フレロビウム、フレロビウム、フラロービアムは元素記号 FL 原子番号114の合成元素である。放射性が非常に強い。1998年にこの元素が発見されたロシア連邦のドゥブナにあるドゥブナ合同原子核研究所ジナーのフリョロフ原子核反応研究所にちなんで正式に命名された。さらにこの研究所名はロシアの物理学者 ゲオルギー・フリョロフにちなんでいる。命名は2012年5月30日に国際純正応用科学連合 IUPAC によって承認された。周期表上では P ブロック元素の超アクチノイド元素である。かつ第7周期元素であり、最も重い第14属元素である。さらに科学的性質が調べられた最も重い元素である。最初の科学研究は 2007年から2008年に行われ、第14属元素としては意外なことに揮発性を示した。さらに予備的な結果の段階では、気ガスに似た性質さえ見られた。より最近の研究では、フレロビウムと菌の反応は、コペルニシウムと菌の反応と似ており、標準状態で気体にもなりうるほど揮発性が非常に高い。同時に、金属の性質も示し、 第14族で最も反応性の低い金属族となっている。フレロビウムが金属と気ガスのどちらの性質を示しやすいかは2017年現在わかっていない。これまでに約90個のフレロビウム原子が観測されたが、そのうち58個が直接合成されたもので、残りはより重い元素が放射性崩壊した結果である。これらはすべて 質量数284から290の間の範囲にあった。最も安定な同位体 FL の半減期は約2.6秒であるが、中性子が一つ、多い未確認の同位体 FL がより長い19秒の半減期を持つ可能性がある。これはこのような周期表末端の元素では最も長い半減期である。フレロビウムは 安定の島の中心近くにあると予測されており、より重いフレーロビウム同位体、特に魔法数の2倍に当たる FL は、長い半減期を持つと予測される。1940年代末から1960年代初頭まで、超ン元素の合成が始まった頃に、これらの重い元素は天然には生成せず、自発的核分裂までの半減期が、徐々に短くなり、108番元素。 ハッシュウムのあたりで行き止まると予測されていた。初期のアクチノイドの合成の研究もこの説を指示しているように見えた。1960年代に導入された殻模型は原子の中で電子が電子核を形成するのと同様に原子核の中で陽子と中性子が殻を形成するというものである。気ガスは電子核が詰まっているために不活性である。原子核の殻が詰まった原子は 陽子か中性子が魔法数を持つと言われ、放射性崩壊に対して安定である。陽子と中性子が両方とも魔法数の二重魔法同位体は特に安定である。鉛208の次は、114個の陽子と184個の中性子を持つ FL と計算され、いわゆる安定の島の中心を形成する。この安定の島は、コペルニシウム112番からオガネソン。 118番まで広がると考えられており、メンデレビウム101番からレントゲニウム111番までの長い不安定の海の後に来る。1966年にフレロビウム同位体の半減期は1億年を超えると推定された。最初のフレロビウム同位体が合成されたのはそれから30年後だった。その後の研究では ハッシュウムとフレロビウムの周りの局所的な安定の島は、それぞれ原子核が変形、変平になり、自発的核分裂への抵抗性を持つためで、球形原子核の真の安定の島は、ウンビビウム 306, 陽子122個と中性子184個であることが示された。フレロビウムは1998年12月に、 ユーリー・オガネシアンが率いるドゥブナ合同原子核研究所のチームにより加速した CA の原子核をターゲットに衝突させることで初めて合成された。この反応は以前にも試みられたが成功しなかった。1998年に行った時には生成原子を分離、検出する精度を上げたほか、より強くターゲットに衝突させられるようにした。 30.4秒の寿命で、α 崩壊する一元子のフレロビウムが検出された。崩壊エネルギーは9.71メブと計測され、半減期の予測値は2から23秒であった。この同位体は FL と同定され、1999年1月に公表された。この実験は後に繰り返されたが、この崩壊特性を持つ同位体は、その後発見されず、 正確な正体は分かっていない。これは、純安定同位体、FL だった可能性があるが、その崩壊差の中により、寿命の長い同位体が全て含まれるというのは、疑わしいため、この崩壊差は 2N 過程で、FL を生じ、さらに電子捕獲で、NH になったものと否定されている。これは、フレロビウム同位体の体系や傾向と、よく合致し、 またこの実験のために選ばれた低いビームエネルギーとも一致するが、さらなる検証のために FL に α 崩壊する LV をセンチメートル CA2N の反応により合成することが望まれている。理科学研究所のチームは2016年に248 24センチメートル 48CA2N 反応による LV と FL の合成を報告したが、 LV のアルファ崩壊は見られず、また FL は電子捕獲して NH になるのではなく、アルファ崩壊して CN になるのが観測された。これは LV ではなく LV と否定されたが、CN への崩壊ははっきりしなかった。このような超重元素の合成の研究を行ってきたローレンス・バークレー国立研究所のグレンシー・ボーグは1997年12月に 私の最長の最後に残った最も大事な夢はこのような魔法の元素を見ることだと語った。これが1999年に公表されるとすぐに彼は同僚のアルバートギオウソにフレロビウムの構成について告げられた。ギオウソは後に改装して私は彼に知って欲しかったのでベッド脇に行って彼に告げた。私は彼の顔に光るものを見たと思うが翌日 彼の元を再び訪れると彼は私と会ったことを覚えていなかった。科学者としては彼はその衝撃で死んだのだと思うと語った。シーボーグはその1ヶ月後の1999年2月25日に死去した。1999年3月、同じチームがフレロビウムの他の同位体を作るため、プの代わりにプをターゲットに用いて実験を行った。 この時は二原子のフレロビウムが生成し、半減期5.5秒でアルファ崩壊した。これらは FL と否定されたが、この反応は再び起こらず、どの核ができたかは明らかになっていない。純安定同位体の FL か、電子捕獲で NH となり RG に崩壊したと考えられている。現在確認されているフレロビウムの発見は、1999年6月に、 すブナのチームが1998年の最初の反応を繰り返した時になされた。この時は1998年の結果とは異なり、2原子のフレロビウムが生成され、2.6秒の半減期でアルファ崩壊した。当初はおそらく FL 由来と思われる前の反応と混同されて、FL と誤って同定されたが、2002年12月の追加の研究で、 1999年6月の原子が FL であったと再同定された。2009年5月、IUPAC の共同作業部会は、コペルニシウムの発見に関する報告を出版し、その中で CN の発見を承認した。これは CN に崩壊した FL と LV の合成データの承認を意味し、フレロビウムの発見を示唆した。FL と FL の発見 H。 2009年1月にバークレーで確認されていた。その後、同年7月にドイツの14研究所で FL と FL が確認された。2011年 IUPAC は1999年から2007年に行われたドゥブナのチームの実験を評価した。初期のデータは決定的ではないとされたが、2004年から2007年の結果はフレロビウムと認定され、 この元素は公式に発見されたと認定された。フレロビウムとリバモリウムの上核の科学的な特性の測定には成功し、陽子も中性子も玉数個の単純な構造を持つオガネソンの確認は直接行うことができたが、陽子か中性子が奇数個である同位体の崩壊差の童定には困難を伴った。高温核融合でのこの問題に打ち勝つため、 常温核融合のように基地の核に続くのではなく、自発的核分裂で終了する、崩壊者の実験が2015年に、ドゥブナで行われ、CA トップヤプの反応で、FL、FL、FL の軽い同位体が合成された。FL は、2010年に、ローレンス・バークレー国立研究所で、P、CA、5NFL の反応で確認されていた。 FL は直ちに自発的核分裂してしまい、また FL は発見されなかったのに対して FL は明確に性質が測定された。最も軽い同位体はもしかすると PBGENFL の常温核融合でできていた可能性があり、利権が研究を行っている。この反応は利権がニホニウムの発見に用いた BZN NNH の反応の世界記録の反応断面積 30FB を上回り 200FB の反応断面積を持つと期待されている。ドゥブナのチームは2017年に PCA の反応を再度行い FL の3つの新しい崩壊差を観察した。未発見元素に対するメンデレー F の命名法を用いてフレロビウムはエカナマリと呼ばれることもある。 1979年、IUPAC は、この元素が発見されて、名前が決定するまで、元素の系統名を用いて、うんうんクアジウム、記号、ユックというかなで呼ぶことを勧告した。この分野の多くの科学者は、元素114と読んだり、E114,114、または単に114と書いたりする。IUPAC の勧告によると、 新しい元素の発見者は名前を提案する権利を持つ。フレロビウムとリバモリウムの発見が2011年6月1日に IUPAC により認定されると IUPAC はジナーの発見チームにこれら2つの元素の名前を提案するよう求めた。チームは114番元素にソビエト連邦の物理学者ゲオルギー・フリョロフの名前に由来する。 フリョロフ原子核反応研究所にちなんで、フレロビウム、記号、FL を選んだ。初期の報告では、この元素は、フリョロフを叩いて、その名前から取られたと言われていた。発見者からの提案に基づき、IUPAC は、フリョロフ自身ではなく、フリョロフ原子核反応研究所の名前から、公式に、フレロビウムと命名した。フリョロフは、 ヨシフ・スターリン宛ての1942年4月の書簡でアメリカ合衆国、イギリス、ドイツの核分裂の分野の科学論文が途絶えていることを指摘したことで知られている。フリョロフはこれらの国でこの研究が秘密情報になっているはずだと推測した。フリョロフの研究と要請はソ連独自の原子爆弾プロジェクトの発展につながった。彼はまた W コンスティンティン・ペトレザックと共に自発的核分裂の発見者としても知られている。フレロビウムとリバモリウムの命名記念式典は2012年10月24日にモスクワで行われた。周期表を支配する科学的周期性の物理的基礎は核気ガスの閉殻にある。閉殻構造はかなり安定しているため、電子がさらに新しい殻に入るにはより高いエネルギーを持つ。 必要がある。このため、気がす、原子番号に、10、18、36、54、86、108は、不活性である。陽子と中性子もこれら時代が閉じたからに廃棄する、ことが知られ、特定の核子数の時に、同じ効果が、原子核に起こる。基地の魔法数は、陽子と中性子がに、8、20、28、50、 82個の場合とされに中性子が126個の場合である。ヘリウム4、酸素16、カルシウム48、鉛208等の陽子数と中性子数が共に、魔法数の原子核は二重魔法数と呼ばれ、崩壊に対して非常に安定である。このような原子核の安定性は、超重元素にとって非常に重要である。この安定性がなければ、狭い距離で、 原子核をつなぎ止めていた強い力を陽子間に働く、静電積力が上回るため、110番元素、ダームスタチウムになると、これらの半減期は数ナノ秒になってしまう。次の閉角は安定の島の中心にあると考えられ、ここでは、アルファ崩壊や自発核分裂の半減期が再び長くなる。当初、中性子の魔法数からの累で、 次の用紙の殻は126番元素にあると考えられていた。1966年に発表された周期表のこの領域のスピン軌道相互作用の新しい値は、これと矛盾し、次の用紙の殻は114番元素にあり、この領域の原子核は鉛208等の重い原子核と同等に自発核分裂に対して安定性があることが予測された。 この領域の中性子の平角は184か196であり、FL と FL が20魔法数原資格の候補となった。1972年の評価では、大きな安定の島の付近にある FL の半減期は約1年であり、最も長い DES の半減期は TH に匹敵する1010 10年と予測された。 21世紀になって112番から118番元素の最初の同位体が合成されると合成された中性子を書く同位体は核分裂に対して安定であることが発見された。2008年、これらの原子核の核分裂に対する安定性は変平な原子核の形に由来するという仮説が出された。周期表上で変平な原子核の領域の中心は FL であった。 さらに、新しい理論モデルにより、二 f 軌道、百十四番元素で閉角と二 f 軌道、百二十番元素で閉角の容詞の間のエネルギーギャップは予測よりも小さく、百十四番元素は閉角の安定な休憩原子核とは言えないことが示された。次の二0魔法数原子核は、アブ近辺であることが予測されているが、半減期が短く反応断面積が低いと予測され、 その合成は難しい。それにもかかわらず、周期表のこの領域に安定の島があり、MC やそのアルファ崩壊やベータ崩壊の上角と、その中心に近づくと、要電子放出か、電子捕獲によりさらに島の中心に近づいていくと考えられている。高い分裂障壁のため、この安定の島の中の原子核は、ほぼアルファ崩壊で、または、その他いくつか、 電子捕獲、または、ベータ崩壊により崩壊し、そのどちらも、原子核は、島があると思われるベータ安定線に近づいて、行くことになる。島に近づくには、電子捕獲が必要であるが、核図表の、この領域で、電子捕獲が主な崩壊モードであるかどうかは分かっていない。2000年から2004年の間に、フリョロフ原子核反応研究所で、 FL 複合核の分裂の性質を研究するために部に加速した CA イオンを衝突させる実験が何度か行われた。複合核はまだ空に配列していない各種の緩い結合である。内部構造を持たずターゲット原子核と発射原子核の衝突力のみで形を保っている。その結果はこのような原子核がどのようにして主に CA、SN、PB、 微糖の二重魔法数や、それに近い断片を放出して分裂するかを明らかにした。また、CA と FE を用いた、際の分裂から、分裂経路が似ていることが明らかとなり、将来的に FE を、発射原子核とする可能性が示された。さらに、中性子の多いフレロビウム同位体が重い原子核の、純核分裂で形成されうることが示唆された。最近では、 ウランやキュリウム等のアクチノイド原子核の衝突による多核子移行反応が安定の島内の中性子の多い超重元素の合成に利用できることが示された。中性子の多いノーベリウムやシーボーギウムの原子核の合成が最も可能性が高いと考えられている。フレロビウム同位体の α 法解半元気の理論的評価は実験データを支持した。FL は 長い間二重魔法数であると考えられ、アルファ崩壊半減期は約17日であると予測される。核融合による FL の直接合成は184個の中性子となるターゲットと安定な発射源資格の組み合わせが知られておらず、また半減期14秒の CA 等の放射性、発射源資格を質を保ったまま強くぶつけることができないため、現時点では不可能である。 現在では、安定の島の中心付近にある、コペルニシウム、CN、CN やフレロビウムの長寿命原子核を合成できる、可能性のある方法として、センチメートル、BK、CF、S 等のより重いターゲットを CA と融合させて、上、TS、LV の崩壊性生物として、MC や FL を合成する方法がある。これは、アルファ崩壊で、 電子捕獲により安定の島の中心に近づいていく原子核ができるのにちょうど十分な中性子数であるが反応断面積が小さく β 安定線の付近の超重元素の崩壊の性質はほとんどわかっていないこの方法は現在では安定の島の原子核を得る最も希望の持てる方法と考えられているが実際に実施可能かどうかはわかっていない もう一つの可能性のある方法は、制御された核爆発を用いて、抗中性子流を発生させ、そのような同位体を大量に作る方法である。これは、天然で最初にアクチノイドが形成された R 過程を模倣したもので、FM と質量数275、原子番号104から108をの不安定性ギャップをバイパスすることで、 ポロニウム以降の不安定性ギャップを避けている。そのような同位体のいくつか、特に CN、CN は天然でも合成されているが、数千年の半減期で崩壊してしまい、また量が少ないので、宇宙船以外の原子核種からは検出できていない。フレロビウムは14属で、炭素、栄素、ゲルマニウム、鈴、鉛の下にある。これ以前の元素は、 すべて4つの値電子を持ち、その配置は NSNP2 であった。フレロビウムの場合もこの傾向は続いており、値電子の配置は 7S7P2 と予測されている。そのため、フレロビウムはより軽い同族体と多くの面で似た、振る舞いをすると考えられる。違いは、スピン軌道相互作用の影響の寄与によるものだと考えられる。これは、重い元素では、 高速に匹敵するほど、電子がより早く動くため、超重元素で特に強く現れる。フレロビウムでは、7S と 7P の電子エネルギー順位が下がり、該当する電子を安定させるが、7P 軌道の電子の2つは、他の4つよりもより安定化される。7S 電子の安定化は、不活性電子対効果と呼ばれ、7P 小軌道、サブシェルが安定の高いものと低いものに、咲かれる効果は、 サブシェルスプリティングと呼ばれる。コンピュータ科学では、軌道核運動量リットルが1から安定性が高い1、2と安定性が低い3、2に変化したとみなされる。多くの理論的目的で、値電子配置は 7P、サブシェルスプリットを反映して 7S7P と表される。これらの効果により、フレロビウムの科学は、同族体とはいくらか異なったものになる。 フレロビウムの 7P 小軌道の分裂が非常に大きく、7番目のからはどちらも満たされて相対論的に安定化しているため、フレロビウムの値電子配置は完全な閉殻とみなせ、フレロビウムは貴金属となる。第一イオン化エネルギーは8.539イブで、第14属元素で最も高い。六 d 電子は不安定化しており、初期にはこれらは科学的に活性であると考えられたが、 その後これは間違っていると考えられている。フレロビウムの平角電子配置のため、金属結合性は前後の元素よりも弱く、そのためフレロビウムは、沸点が低く、同様に平角電子配置を持つコペルニシウムと共に、機体上金属になりうると言われている。フレロビウムの融点と沸点は、1970年代には、約摂氏70度と摂氏150度と予測され、 14、族の他の元素よりかなり低く、鉛の融点と沸点は、摂氏327度と摂氏1749度、下に下がるに従って沸点が低くなる傾向が継続している。以前の研究では、沸点は、摂氏1000度弱か、摂氏2840度と予測されたが、フレロビウムの金属結合性の弱さと、周期表の傾向から、フレロビウムは、 低い消化エンタルピーを持つと考えられている。最近の実験では、フレロビウムの偽兵核配置が弱い金属結合の原因となり、フレロビウムの沸点は約摂氏60度で室温で、気体であると示唆している。水銀、ラドン、コペルニシウムと同様に、また鉛やオガネソンと異なり、フレロビウムは電子親和性を持たないと計算されている。固体状態では、 高い原子量のため、2 2ートル、または1 4ートルと高い密度の金属になると予測される。結晶構造は、面信立方格子の鉛等とは異なり、スピン軌道カップリング効果のため、六歩細密充填構造であると予測される。水素様フレロビウムイオン FL の電子は、非常に速く動くため、相対論効果のためその質量は、 電子の静止質量の1.79倍になると予測されている。これに対して水素様鉛と素子の電子質量は静止質量のそれぞれ1.25倍と1.073倍である。フレロビウムは鉛よりも金属結合が弱いため表面に吸着しにくい。フレロビウムは14属で最も重い 7P 系列の2番目の元素である。ニホニウムとフレロビウムは 6D 小軌道と 6D 小軌道の閉角の間に、ある短いサブペギア度を形成する。これらの科学的振る舞いは、非常に異なっていると考えられる。ニホニウムのタリウムとの相同性は、コンピュータ科学者からは、疑わしいとされているのに対し、フレロビウムの鉛との類似性は、正常であると言われる。14属の最初の5つの元素はプラス4の、 酸化状態を取るが、後半になると不活性電子体効果のため、プラス2の性質が強くなる。鈴ではプラス2とプラス4の安定性が同程度となり、鉛、E ではプラス2の酸化状態が最も安定する。フレロビウムでは 7S 軌道が非常に安定し、そのためプラス4の酸化状態を取るためには、非常に大きな SP 根性軌道が必要となる。ことから、 鉛ではプラス2の状態が非常に安定となりプラス4の状態は非常に不安定になる。例えば、二酸化フレロビウムフロは非常に不安定で構成元素に分解すると予測される。そしてフレロビウムと酸素から直接の反応では形成されない。また、フレロ版 FLH は FLH 結合の長さが1.787となり、プルンバンと比べて 熱力学的により不安定であると予測され、フレロビウム E 水素化物と水素ガスに自発的に分解する。4フッカフレロビウム FLFYSP 混成軌道よりも SD 混成軌道で結合しており、2フッカフレロビウムとフッ素ガスに分解する反応は発熱反応である。もしそうでなければ、フレロビウムの基礎の科学的性質の研究に有用であったはずだが、 残念なことに、すべての4ハロゲン化け物は不安定化する。例えば、4塩化、フレロビウム、FLCL は約4 0 0ールマイモル不安定化する。ポリフカーニオン FLF は不安定で、水溶液中で、過水分解し、FLBR やフリー等のフレロビウム、E ポリハロゲンカーニオンは、フレロビウムを含む、水溶液中で優先的に形成されると予測されている。 初期の計算では、SD 混成軌道の 7S と 6D の電子がほぼ同じエネルギーを持ち、揮発性の6フッ化物が形成できるとされていたが、後の計算でこれは否定された。一般的に 7P 軌道のスピン軌道相互作用のため、結合長は短く、結合角は大きくなる。これは、二水素カフレロビウム FLH で理論的に確かめられている。それにもかかわらず、 FLH でさえ、FLH よりも2.6イブ相対論的に不安定化するはずであり、14属の二水素化物では大きなスピン軌道相互作用のため、通常の一重高ミエコー分裂も壊れてしまう。FLF と FLCL は FLH よりも安定化すると予測される。フレロビウムの 7S7P か電子配置の相対論的安定化のため、 7P 電子が弱い不活性電子体効果を示し、例の酸化状態が最も安定化する。この中性状態の安定化のため、フレロビウムと気ガスのラドンの振る舞いに類似性をもたらす。フレロビウムは比較的不活性であると考えられるため、FLH や FLF 等の二原子分子は、鉛の PBH や PBF と比べ、帰離エネルギーが低い。フレロビウム4は、 鉛4よりも電気陰性度が高い。ポーリングの尺度で鉛4の値は2.33。鉛 E はわずか1.87である。フレロビウム E は鉛 E よりも安定であり FLX、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 X イコール CL、BR、I 等のポリハロゲン化物やイオンは容易に形成される。フーパケモノは 水溶液中で強い加水分解を受ける。すべてのニハロゲンカフレロビウムは安定で、二フッカモノは水に可用である。スピン起動効果は FLH を約2.6イブ不安定化する。水溶液中ではプランバイトに相当するオキソアニオンを形成する。硫酸塩、フラソや硫化物、FLS は水に非常に溶けにくく、酸酸塩、フラチョや硝酸塩、FL。 脳は水に溶けやすい。FL イオンから金属、フレロビウムへの還元の標準電極電位は 100.9V と予測され、中性状態でいた方が安定性が増す。一般的に 7P スピノールの相対論的な安定化のため、FL は p b より軽い同族体である HG と CD の中間の性質を持つと推測される。フレロビウムはこれまで 科学的な実験が行われた。最も重い元素であるが、実験から結論を得るには、まだまだ遠い。2007年4月から5月には、フリョロフ原子核反応研究所とパウル・シェラー研究所の共同で、コペルニシウムの科学を研究するための2つの実験が行われた。1つ目の実験は、プ・ c a 3 n f l 反応によるもの。2つ目の実験は、 ca4nfl 反応によるもので、これらによってできた単寿命のフレロビウム同位体の上核であるコペルニシウムが研究された。できた原子の金表面への吸着特性がラドンと比べられ、コペルニシウムの平角電子配置から気ガスのような振る舞いとなっていることが予測された。気ガスと金属表面の相互作用は非常に弱く、金属の特徴とは異なる。 最初の実験では3原子の CN が検出されたが1原子の FL も検出されたと考えられる。これは生成された原子が金表面に届くまでの時間が2秒程度であり、生成した原子は吸着する前にコペルニシウムに崩壊していたはずであることを考えると驚くべき結果であった。2番目の反応では2原子の FL とおそらく1原子の FL が検出された。 三つのうち二つの原子は、気発性で、気ガス様元素の吸着特性を示したが、より最近の計算では、この結果は予測されていない。これらの実験で、公表された崩壊データとの比較により、コペルニシウム、フレロビウム、リバモリウムの発見がそれぞれ確認された。2008年に、一原子の FL の検出を確認する実験がさらに、行われ、フレロビウムが金と、 キガス様の相互作用を示す以前のデータを支持する結果が得られた。キガス様のフレロビウムへの実験的な支持はすぐに弱くなった。2009年と2010年に2007年と2008年の実験結果を確かめるためにフリョロフ原子核反応研究所とパウル・シェラー研究所の共同でさらにフレロビウム原子が作られた。特に 2010年に初めて作られた3つのフレロビウム原子は再び気ガス様の特徴を示したがより曖昧な解釈が可能で金属としては異常だったが気ガスの特徴と完全に似てはいなかったこの論文では2008年の研究で行われたようにフレロビウムの科学的性質を気ガスに近いと呼ぶことは控えられた金属表面との相互作用によるフレロビウムの 揮発性の測定が再び行われ、フレロビウムの揮発性は水銀やアスタジンに匹敵しすることが示唆され、同時に調べられたコペルニシウムでは12族で最も重い元素ということに適合する非常に揮発性の高い貴金属であることが示された。それにもかかわらず、この揮発性は14族では普通のものではないと指摘された。 より最近の2012年に14研究所で行われた実験でフレロビウムの科学的性質は気ガスよりも金属により近いことが示された。ジェンズ・フォルカー・クラッツとクリストフ・ダルマンはコペルニシウムとフレロビウムに気発性金属バラトルメトルズという新しいカテゴリーを与えた。クラッツはこれらは標準状態で機体であるかもしれないと推測した。これらの 気発性金属は、吸着特性においては、通常の金属と気ガスの間に来る。2009年と2010年の結果に反して、2012年の実験で、フレロビウムとコペルニシウムそれぞれの金との相互作用はほぼ等しいことが示された。さらなる研究で、以前の実験結果や予測に反し、フレロビウムはコペルニシウムよりも反応性が高いことが示された。 フレロビウムの科学的特徴の実験結果を詳細に論じた2014年の14研究者の論文ではフレロビウムはこの族で最も反応性が小さいがまだ金属であると書かれた。シゲモトソ、超重元素の科学と物理学に関する2016年のカンファレンスではアレクサンドル・ヤクシャブとロバート・アイクラーはフレロビウムの科学に関する それまでのいくつかの実験結果の不一致に基づき、フレロビウムは金属か、気ガスかという問題については、入手できる情報からはまだ結論がついていないと、継承を鳴らした。ある研究では、フレロビウムと金の間に弱い気ガス様の相互作用を示唆したが、別の研究はより強い金属性相互作用を示した。同年、コペルニシウムとフレロビウムの科学的性質を明らかに、 する、新しい実験が14研究所で行われ、そのデータは現在分析されている。このように、今日までの実験では、フレロビウムの科学的特徴の完全な決定には、まだ至っていないが、沸点の推定は可能であり、低、摂取60度と、標準状態ではおそらく期待であるとされた。より寿命の長い FL は、将来的に放射性科学の実験に興味が持たれている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。